はい、皆さんこんにちは。 TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL 第6回になります。よろしくお願いします。とですね、今回は UV を使ってこうピクセレイトデッドエフェクトというかモザイクエフェクトを作っていきます。ボタンを押すとこう変化するとこういうやつです。で、今回やることですが、まず UV を使って変化量に応じて解像度を変える。解像度を変えるときの色を取得する位置を調整する。最後は、これはもうチョップで調整することになるんですけども、ボタンのオンオフで変化量が変わるパラメータを作る。これをやっていくことになります。それではやっていきましょう。はい、まずですね、いつも通り GLSL トップを配置します。配置して。で、今回は、画像を使用します。バナナでもいいんですけども、一応全部に色があった方がいいので、この花を使用します。で、これを、置くと。で、また、コードで GLSL を表示させます。で、色はこのテクスチャーの色にしたいのでこのようになってます。で、まずやることはまた vec2p を pubst、 まず UV をこれに入れます。変化量を宣言します。フロート d とします。 t が、仮に10としておきましょう。で、まずは X 方向の解像度から、変えていきたいと思います。PX イコールフロアの P と PX とこういうふうにします。で、ここの BUV というのを P と入れます。するとまずこういうふうになってますね。で、ここにこの D の値をかけます。こうですね。これは何をやっているかというと、おそらく UV の色で見た方がわかりやすいと思うので、ちょっとそちらを表示してみようと思います。vec4 カラーの vec4。こちらですね。これで、P が入って、00。こうですね。こんな感じになってます。これはどういうことかというと、トップ2を出して数値を見てみても分かりやすいかもしれません。こうですね。10分割したところの最初が0が入ってて、あとは全部1が入ってると。こういう風になってます。こうですね。ここは0なので、赤の色がないということです。で、さらに、これを、こう、10回繰り返すということをします。こうすると、今度は、こう、0から1まで表示されてるんですけども、なんか、こっちのトップ2で見た感じ、このかなり階段のようになってますよね。で、これを、コメントアウトすると、このスムーズになると。こういう処理を今しています。こうですね。で、これを、テクスチャーに戻すと、こんな処理が起こっているようになります。あ、ここ D にした方がいいですね。D にして、で、今度は、Y 方向も追加していきます。Y。こうですね。こうすると、実際にピクセレートされたのがわかるかと思います。これをもう一回こちらで見てみるとですね、こうなっていて、こういう大きいブロックでピクセルが作られているのがわかると思います。で、R の方はこういう階段状になっているんですが、
これをクロップで絡むっていうのを見ると、今度は G の方も階段になっているのがわかるかと思います。これで、また、色を元のテクスチャーに戻します。こうなってますね。この一つのブロックが元のピクセル、1280×720 と同じ16対9に今なっていますが、例えばこれを正方形にしたいということであれば、このアスペクトレーションを調整していただくと良いかと思います。でですね、フロアというのは、いわゆる地面で切り捨てというやつなんですけども、これを切り上げ、セールというふうにすると、こういうふうになりますね。で、そこまで見た目に影響ないと思うんですけども、この切り捨て、切り上げではなく、真ん中の値を取りたいので、ちょっとここで一度、フロアとセールの間の値を取っていきたいと思います。2とにして、Y 方向も2とどうします、こうですね。こうするとこうぴったりだったかと思います。で、あとはここの数値をこうちょっと変えていくと、このモザイクの大きさが変わっていくんですね。こんな感じです。で、あとはこのパラメータの部分を、GLSL に渡すようにしていきたいと思います。で、使うのがユニフォームの、今回は UAmount とかしてみましょうかね。これが入ると。こういう風になります。で、また、もうすでに宣言しているので、ロードユニフォームネームズ。こちらをクリックすると、ここにすでに入ってくれていると。で、0.5 だと小さすぎるので、50とか入れてみると、こういうふうに出てきますね。はい。で、今度はこの値をボタンで生成できるようにしたいと思います。まずはボタンを配置します。ボタン。で、ぬる1。オンとオフの状態を作りたいので、これでいいですね。この状態は、トグルダウンのまま使っています。で、あとはこの間に、数値を入れていきたいと思います。まずは、ラグチョップを追加して、動きが滑らかになるようにします。ここでは、0.5、0.5、何でもいいんですけど、数字にしておきます。で、ここに、マスチョップを追加して、展示を決めます。まあ、ここも後でご自分で調整していただければいいと思うんですが、例えば500から400みたいな数値が入るとします。で、ここのヌルの値を、このアマウントに入れます。こうですね。こうすると、ここでピクセレートされているのがわかると思います。ちょっと大きくして見てみましょう。これを拡大、こっちで出して、ボタンをこっち。こういう感じですね。で、このアニメーションしてるときに、端っこに黒いのが見えてしまっていると思うので、ここに、ゼロではなく、リピート、まあ、ミラーって入れておきましょうかね。ミラーを入れておきます。そうすると、動かしたときに、
辺に黒い部分が見えなくなったんじゃないかなと思います。はい、これでボタンに反応する、モザイクエフェクトができました。今回はここまでになります。TDSW では毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。またペイトレオも利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。